ト・アン・プラットはイギリスの博物画家である。ビクトリア時代の最も有名な植物学者の一人である。ケント州のストルード手法を用いて20冊以上の著書を出版した。1855年のイギリスの花とシダはイギリスの植物についての一般の関心を引き起こした。彩色石板の技術上の制約のために色彩は必ずしも正確ではなかった。 一般大衆向けのスタイルであったが、正確さが評価されている。植物学の大衆化に功績があった。版画家のウィリアム・デケンズと協力した。h t t p w w w h d c o m リスティング1億651万4739ウッドチャルット -1857 ジェニューイン、アンプラットバーズ ハットポピュラーボタニー・イン・ザ・ナインティーンズ・センチュリー・ハット、植物図譜の歴史、ウィルフリット・ブラント・チョ、森村健一朝坂書房 ISBN9 兆7848億9694万1722プラットは、植物の学名で命名者を示す場合に、アンプラットを示すのに使われる。ありがとうございます。